アドレスブックの画面を表示した状態です。設定をクリックし、カテゴリの登録をクリックします。名称を入力し、表示順をプルダウンから選択します。カテゴリの登録をクリックします。 カテゴリの作成ができました。